今までのナルトとは全く異なる着らを有している。修行を通して莫大な力を手にしたに違いない。ならば、おそらくこれからの戦いは、そんな戦いに加勢しても、ただの足手まといになるだけってか。そういうことだ。でも、日向、悔しいけどここは抑え時だぜ。 ナルト、てめえがペイ。わざわざお前の方から来てくれるとは、探す手間が省ける。てめえ、この感じ、どうやらお前は仙人になったようだな。ジライア先生と同じよ。ジライア先生だと。俺もジライアから術を学んだ。 ジライアは俺のかつての師だ。何？お前にとって俺は兄弟子。同じ死を仰いだ者同士、理解し合えるはずだが、死は平和を望んでいた。ふざけんな！お前らがやったこれの、これのどこに平和があんだってばよ。木を見て森を見て、 お前には平和の本当の意味が理解できてないだけだ。おとなしく捕まれ、お前の死が平和へとつながる。ふざけんな。ふざけたことぬかしてんじゃねえ。俺の師匠、俺の仲間、俺の里、こんなに仕上がったお前を俺は絶対許さねえ。デイダラが言っていた通りだ。 Thank you.
Oh.
Thank you.